当の現場。こんばんは、後藤博美です、後藤の現場です。今回はこう見てもらったら分かる通りに、なんと焚き火をしちゃってます。もう最高の気分です。この川沿いなんですけど、ちょっと炎を見ながらまったりとした時間を過ごしたいなということで、なんだろうな、簡単に言えば、ラジオみたいな気持ちで、まあよかったらタイミングが合えば誰かちょっと、まあ、ゲスト様を呼びまして来ていただいて、いろいろお話をしたいなっていう時間でございます。で、まああわよくばセッションなんかねしちゃったりしたいと思いますんで、ゆっくりご視聴いただけると嬉しいです。早速お呼びしたいと思います。クニオさん、イエイイエイイエイ、どうもどうもどうも、こんばんは。こんばんは。どうですかこの感じは。今ちょっと呼ばれるまで見てたんですけど、はいはいはい、めちゃめちゃいいですね。雰囲気いいですか。雰囲気めちゃめちゃいい。いやそう、なんか絵的にもね、まあうちらまだ画像見てないんでどんな感じか分かんないですけど、すごい楽しみですね。なんかこうバタバタしてる世の中時代に、なんか火が込んでゆったりとした時間、あ、なんか原点ですからね、人類の。本当だ、原点だ言っちゃえばここでマンモス焼いて食べたい感じですよねちょっとタイムマシン必要ですね。タイムマシンです。まあちょっと喋ったんですけど、クニオさんちょっとまあなんか自己紹介的な、せっかくならしていただけると、カメラが、あ、どこ、あ、あ、どうもまあそんな名乗るほど大したあれじゃないんですけど、サックスプレイヤーです。サックス吹きの大関クニオと申します、はい、通称クニオさん。通称クニオですね。ほとんどの業界ではクニオと紹介されるんで、はい、で、それは何、あの生まれた時からの話を全部すればいい。あ、ちょっとそれ多分長くなると思う。これ、あ、長くなっちゃうからね。パッドとか以前にやる。あ、大丈夫そうですね。で、自分とクニオさんの初めて出会ったのって何年前ですか。何年前だろう、15、16年前。15、16年前、俺が高校生の時ですもんね。なんか学生服で来たよね。そうですよね、制服まだ着てましたね。で、今31だから16歳くらいとしては15年前か。15年ぐらい前だ。とあるね、現場でさ、それこそ現場ですよ。現場ですね。それこそ現場ですよ。僕らはツアーでついてて、はいはいはい、ずっと回ってきてて、はいはいはい、その本当後半の東京公演の時に、はい、あ、今日あの一人弾くからって言われてえっと僕らずっとリハやってきて回ってきてますけど、はい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 、え、どういうことどういうこと、新参者が、そう紹介されてただもう全然高校生。いや、そうですよ、もう現場慣れもまだしてなかったですからね。で、ほらもうおじちゃんだったから、はい、なんか高校生来て大丈夫かなみたいな、はいはいはい、雰囲気もありつつの、実際やったらえ何この人みたいなすげえとか。ちなみにどなたの現場でしたっけ。トニセン。トニセン、あの V6 のお兄ちゃん3人、はいはいはい、のツアーについてずっと回ってきて、はいはい、その時トニセン先輩、トニセン先輩、あ、トニセン先輩ね、先輩いつまで経っても先輩ですから。そうだよね、はい、そうだよね、この縁はずっと切れないからね。はい、大好きですから。東京国際フォーラムでしたよね。フォーラム、はいはい。だって確か俺も 2,3 日くらい前に連絡来てで、一応音資料これ弾いてくれっていうのをもらって、で、まあ、イヤホンで聞いて、で、もうリハが当日のサウンドチェックだったじゃないですか、実際合わせるのが。そう、だからもうひたすら聞き込んで、でもう学校終わってそのまんま電車乗って有楽町、学校の後です、有楽町を向かって。普通はね、スタジオリハーサルとかやって、ね、弾き方とか入り方とかっていうのを打ち合わせして、それからステージに上がってが、はい、順番だけど、まあ普通はそうですね。いきなりステージだったもんね。いきなりステージ
いきなりステージ。あの5000人ぐらい入るとこ。いきなりステージ。あ、あれはすごかった。いや鮮明に覚えてますね、その時のリハの記憶も。はい。で逆に本番の記憶がそんなないんですよ。なるほど。はい。そうか。もう本番始まっちゃったらもうやるしかないじゃないですか。でリハで結構うーって集中してたと思うんですよ。で結構本番は逆に安心してたかもしれないです。でも本当の理想って、はい、リハはすっげえ真剣にやるんだけど、うん、本番は自己解放した方がいいじゃん。そうですね、もうお客さんもいるから、そうそう120% くらいで出せれば一番いいですからね。でその時の DVD が確か残ってんだよね。それ見たことないんですよ。ごめん、今日持ってくれなかったね。もうね、ふてぶてしいぐらい堂々と弾いてたよ。なんかね、クニオさんからその写真は見せてもらったっすよね。あのコンサート全部終わって集合写真、スタッフさんも何もみんな全チームが集合した、全チーム集合したやつ。貴重な写真ですよ、あれは。あれはいい写真だね。あの他の時はツアーいろんなのやらせてもらってるけど、はい、ないもん。まあ、ないっすよ、自分もないですね。そのまあ海外とか行ったらさすがに撮りましたけど、国内の公演ではほとんどそういうことしてこなかったですね。 ないよね、はい、うん、だからすごいいい思い出の写真。しかもその写真でたまたま俺と国夫さんすげえ近いんですよね。近いの、こう全体の写真をキュッてやっても2人ちゃんと入る、入るんですよね。あれ笑ったわな。あれ笑うわな。そうっすよ。で15年前会って、そっからしばらく会ってなかったっすよね。会ってなかったっけ。会ってないと思いますよ。なんかスタジオとかですれ違いぐらいはあったかもね。ああそうですね。でやっぱそのあんまり絡んではなかったじゃないですか、がっつりは。だから多分あこの間多分コンサート一緒にやってたサックスの人だくらいだったんですよね、頭の中では。あそうか、はい。で数年経って、で自分がジャニーズを離れてからまたね、割とがっつり絡むようになったんですよね。一回あの六本木のスタジオの、はい、乃木坂のスタジオの地下でばったり会ったんだよね、はい、全然覚えてない。俺はもうすぐ分かって、ああゴッツだと思って、ああと思って、でちょっと話をしたんだけど、はい、あまあそんな長いことじゃないけど、ね、ちょこっとなんか曲の話をした。なんかその時何を弾くかを悩んでて、これにしようかなあれにしようかなってやってて、はいはいはい、であれいいんじゃないみたいなこと言って、ああそっかみたいな会話はちょっとあった。結構ちゃんと会話してますね。やべえ全然覚えてない。大丈夫、全然大丈夫。でもね、いっぱいいたその時、若い子たちが、はい、やっぱいっぱいいると、なんかしかも多分お互い何か別の用事があって、 その話をするために集まったわけじゃないですもんね。そうそうそう。いや結構バタバタしてる時かもしれないですね。でもその時にも、ああの後藤君だバイオリンのって思って、でもなんかね、いつかまたきっと一緒にできる日が来るんだろうなっていうのはずっと思ってたんだよね。本当ですか。へえ。一回音楽で関わった人ってまた会うよ、はい、何かある、何かある。なるほどな。でも実際もうめちゃくちゃ一緒にやっていただいて、だからね、まああのこれまでやったライブもたくさん出てもらったし、まあついにはこのコーナーに来ちゃってますからね。本当よ。本当ですよ皆さん。こんなね、なんだろうな、アットホームな空間にも来ていただいて。なんなら俺、絵描くので呼ばれるのかなとかさ。あ、見てくれたんですか。うん、なんか色塗った方がいいのかなとかさ。子供の、子供の役を国尾さんが。俺の絵すごいから。マジですか。芸術は自由って言ってくれたから、ちょっと安心したけど。いや、自由っすよ。俺はあの、アンパンマン描いたら、子供に泣かれた人だから。マジですか。怖いっつって。すごすぎ。破壊力逆に見てみたいんですけど。でもそんな風にこう呼んでもらってさ、こう 対談お話ができて、こんないいところに呼んでもらえたことが俺はとっ
ても嬉しい。いや本当ですか、ありがとうございます。いやこちらこそ本当ありがとうございます。なんか自分的にもやっぱそのこれも YouTube も始めたばっかだし、この焚き火のコーナーっていうのも本当手探りから始めてるんですけど、だからまず来てくれそうな人ってもちろんやっぱ最初に考えるわけですよ。で俺一番最初に浮かんだの国尾さんですからね。あ国尾さん絶対来てくれるわと思って。火遊びが苦いそうだからね。いやもうそしたらもうすぐに来てくれましたよ。もう当然本当にありがたいです。なんかもうねこの絵がちょっと浮かんでて、あこういう感じになるのかなって思った通りの素晴らしさ。本当ですか。ちょっと今煙が煙がね、持ってけ煙が目に染みる。いや思った通りのいい感じ。そしてねこの川のこれ音入ってんのかな、川のせせらぎね。ちょっとまあ暗くなっちゃったんで景色的にはまあ多分ここがあれですけど、まあでも本当はここがメインなんで ね、 そうだよね。もうゆったりと、こんなめちゃくちゃ YouTube っぽくないですか。本当、いやかなりグレードの高い。そうですよね。なんか割とその質的なところは、まあ、そのこの YouTube を作ってくれてるスタッフさん含めてめちゃくちゃ俺信頼してるんですよ。だからもうきっとこの焚き火の撮影もうまくいくだろうっていう気持ちで、熱っ、ちょっと煙が普通にごめん、あのねすっげえ俺快適めっちゃ来てる今、いい話してたのに。いい話してた。なんかそのまあこのまだ YouTube やる前の話ですけど、いつだっけ今、あ、ん、今10月だから8月か、8月にライブやったじゃないですか、うん、で国尾さんまたそこも出ていただいて、うん、ちょっとその率直な感想を聞きたいっす。おお、率直な感想。まあ本当なんかこうこの曲がなんだとかでもいいですし、なんか全体的な感じでもいいですし、あまあ配信無観客配信ライブだったんじゃないですか、うん、お客さんがいないっていう中でどんな感じだったのかなっていう。まず総合的な感想を 言わせてもらうと、この時勢の中でよくこれだけのクオリティのものをやったなっていう感動。あのサポートする側だけどえらい感動してた。マジっすか。で音資料もらって、正直言うとうわこの曲も入れて、あこの曲入りたいっていうソロの曲、はい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 、はい、オリジナルの、そう、あこれ入りたいなってみたいな曲がいっぱいあった。へえ嬉しい。それぐらいなんかね、なんかクオリティが高いって言い方だけじゃないんだよな、いろいろ感じた。なんかやっぱそのなんか同じ音楽をやってる上でこの曲弾きたいって言ってくれるのってマジで嬉しいですよね。そこに音を、自分の音を、まあ、自分もそういう感覚はもちろんあるんですけど、この曲に自分で参加してみたいなっていうのはありますよね。ある。いやそれを言ってくれるのはマジで嬉しいですね。いや結構あったよ本当に。うーん、ちょっとタイトルとね曲のあれがちょっと今リンクしてないからさ、はいはいはい、曲は出てこないんだけど、はいはいはい、あったあった。だからあのアンコールで参加できたのが、はい、ああ、はいはい、めっちゃ嬉しかった。ちょっとねまた今後やる機会があったら、うん、なんならもう全曲、うん、あサックスをブイブイかましてほしいですけどね。そうすると例えば立場で一個だけ言うと、はい、あの 100% に作り上げなくてもいいかもしれないね。80% ぐらいで作っといて乗っかって100になるっていう。あーなるほど。だから多分もし俺国尾さんに全曲任すとしたら、もう俺サックスのデモなんて作んないです。あはー、はい、お願いします。あの楽です。自分が思った通りに乗っかればいいだけです。うん、やっぱその楽器のプロに任せた方が絶対いいんで、ね、そりゃそうね、はい、そこはもう俺全力で丸投げします。OK お任せください。そうですね、まあその音楽の話もしちゃったことだし、せっかくだったらちょっとこんな
こんなまあもうスピーカーも何もないんですけど、まあやっぱ生楽器ならではの生楽器だもんね、はい、何ももうねコードとか電気いらずにできるんで、ちょっと弾いちゃいます、やっちゃおうか、ちょっと焚き火の前ですけど、焚き火の前でまだこの粋な感じやともね我ながら思うので、いやとかね、この景色とかこの感じがね音出したくなるよね。そうなんですよね、まあちょっと夜中なんでね、音量の方は、あ気をつけます、一応まあその外なんで気をつけます、注意してやろうと思います。こんなこんなでちょっとセッションの方もご視聴ください、よろしくお願いします。はい、ご覧の通りバイオリンとサックス持っちゃいました、持っちゃいました。この人間より楽器の方が絵になるかもしれないですね。そうかもしれない、この2つは綺麗、炎と金管と弦楽器ね、え本当だ、これあれですよ、燃やす負けじゃないですからね、そうそう、これこうやってこうやってやんないでくださいよ、ダメダメダメ、もう企画中止になるから負債抱えますから、大変なことじゃあまあせっかくなんでまたこの2枚だけっていうのもまた珍しいですからね。本当だね。でどうしようかな、ちょっとこのまったりした雰囲気に合うような曲をさっきちょっと考えたんですけど、あのちっちゃい頃から大好きで、あのちょっとコンドルは飛んでいくをやらせてください。ぶつけです。はい。よし。気持ちいい、気持ちいいですね、なんかすげえ自己満動画になりそう、つか選曲も良かったね、なんかその自然を感じる曲じゃん、そうなんですよ、なんかちょっと雄大な、このやっぱネイチャーな曲なんかあります、逆に他に、いやネイチャー系、ネイチャー系じゃなくてもいいですけどね、なんか出てこないよね、いやこれを先にやるとねはいはい、はい、だって飛んでいきそうじゃんコンドル、そうですね、そうなんですよ、まあここ日本なんでよくてトンビかもしれないですけど、そうだな、どうしようかな、もう一曲なんかやりたいですね、うんうん、やろうやろう、こういう時は何だろう、あ、
さすがっすねー。マジでやっぱこのなんだろうな、このカウント出さなくても国尾さんだったら行ける行ってくれるっていうこの安心感がやばいっすからね。いやいや若干ね汗出たけどね。汗出た薪のせい、あの焚き火のせいじゃないと思いますいやでも気持ちいい。カントリーロードをちょっと引かしてもらったんですけど、ノー打ち合わせでね、ありがとうございますびっくりびっくり。いやこれ永遠にできるかもしんないな、ね、永遠にできるよこれ。そうっすよね、曲が思いつく限りできるな。多分今日ここにテントさえ張ればね朝までできるかもしれない。あとなんかちょっとね防音の壁とか欲しいですよね。ちょっとねちょっとやっぱ気使うところが。いやいいっすね。じゃあちょっとフリーになるとどうなるかやってみます。じゃあちょっと今2曲連続で自分から言ったんで、ちょっとじゃあこの感じで感じた音を出してみようかな。いやさすがいいね、ノーチャンス。いやいや、ちゃんと音をつけてくれるからさ成立する。いや、すごい思ったんですけど、こういう感じになるんです ね、 なんかねこういうとこでやると。じゃあ俺この感じはなんかこのゆったりとした時間の流れ、はい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 、こう薪をくべないとさ、こう火が消えてしまうというこのゆったりとしたで川が流れてる、はい、って思ったらこれになった。いや最高でした。なんかな、ほんと結構何来るかなと思ったんですけど俺もちょっとね用意してきてなかったから想像ないっちゃ想像ないのような、想像外のようなラインでしたいや最高っすね。いや気持ちが良い。国尾さんこれお酒飲みたくなっちゃうんじゃないですか飲みたくなっちゃういやそんな感じで本当に火に囲まれて自然に囲まれてありがとうございます。こんな素晴らしい時間、こちらこそわざわざ来てくれて本当にありがとうございます。とんでもありません。定番化してまた呼んでください。あ、もうもちろんなんならレギュラーになります。やったーやったーね、そうですね、もちろん呼びますよ、呼ばしてくださいよ。ありがとうございます。はい、でまあこの2人だけじゃないっていうパターンもあるかもしれないですから。もしそうだよね、はい、誰かスケジュールが合えばもういろんな人とやりたいし、まあそのうちね、なんか部屋の普通にスタジオになってるじゃねえかって、もうちょっと音量の問題とかもありますから、あるからね、これは外じゃ無理だっていうのもあるかもしれないですけど、まあとりあえずね
すごいこんな素敵な時間を作ってくれた国尾さんも本当ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。こんな感じで今回の五島の現場は以上となります。お楽しみいただけたでしょうか。まったりと過ごしてますのでね、お気楽にご視聴いただけると幸いです。そんな感じでまた次の動画も楽しんでいただければ嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。国尾さんもありがとうございます。バイバイ。ありがとうございました。